林光明は日本中央競馬会の立党トレーニングセンターに所属する元騎手で現在は調教助手。1986年競馬学校騎手課程の第一期生として立党吉田三郎級者より騎手デビュー。同期には石橋守、柴田義富らがいる。デビュー初年度より勝倉を重ね1987年障害重症を初制覇。 1988年、デビュー3年目で優秀障害機種賞を受賞するなど、障害競争において、早くから頭角を表す。なお平地でも1990年に20賞をマークするなど成績を残していたが、1994年、所属していた吉田九社が解散したことに伴い機場数が減少。2006年頃より、機場機械はほとんどなくなり、 2011年をもって平地免許を返上し、障害専門機種に転向している。平地免許返上について2015年のインタビューで、今はもう平地に関しては乗りたいという気持ちは全くないですね。帰って障害だけの方が、レースも一日一等で集中できるというか、自分のペースに合ってますと答えている。平地での活動を縮小する一方、障害では安定して、 勝ち星を伸ばし、1997年には、アワパラゴンとのコンビでの重賞3賞を含む18賞を記録し、JRA 賞最多勝利障害騎手を獲得。このほか、優秀障害騎手賞を5度受賞するなど、関西障害レースの中心騎手として活躍を続けている。2010年の中山大障害では、玉モグれアーに起乗し、最後の直線で、 三ノ島マ・ヤ騎乗の馬式園との叩き合いの末、花さで破れ GI 初制覇を逃した。2015年の中山グランドジャンプでアップトゥデートに騎乗し、勝利、デビュー30年目にして、念願の GI 制覇を飾った。2017年6月17日、東京 4R。 障害未勝利でヨカグラに帰場し、JRA 障害通算帰場数を1959回とし、加藤信夫を抜き裂いた記録を更新した。2018年1月、障害競争2000回帰場を区切りとして引退することを表明。同年6月23日に開催された東京ジャンプステークスのアスターサムソンにおいて、障害競争通算2000回帰場を達成。 一番人気に押されたが最下位の11着に敗れた。2018年12月31日をもって、騎手を引退。引退後は、中竹和也旧社で、調教助手となる予定であったが、中竹旧社へ競争馬を臨時貸し付けしていた、各位勝彦9社の競争馬が、直後の2019年1月6日に、各居の調教停止処分期間満了による、 同級者所属場の返却及びそれによる各居住者の運営再開との兼ね合いもあり、各居住者に所属先が変更され、同級者で調教助手をしている。2021年の各居住者会3位以降の所属先は不明。ありがとうございます。